市民の皆さん、こんにちは。特集ウィークリープラスの時間です。皆さんはさよなら私のクラマーという漫画をご存知ですか？女子サッカーをテーマにした漫画で、主人公たちが高校女子サッカーの頂点を目指す青春を描いた物語です。今年アニメと映画が放送されることが決定しているこちらの漫画は、なんと蕨市が舞台になっているんです。そこで今回の特集ウィークリープラスでは、さよなら私のクラマーに関する話題をご紹介します。さよなら私のクラマーは女子サッカーがテーマとなっており、映画では主人公の恩田のぞみの中学校時代を、アニメでは高校入学後のストーリーを描いています。女子サッカーに情熱を傾ける少女たちの青春に熱くなるのは間違いありません。そしてこの作品、主人公たちが入学する高校の名前が蕨西南高校、チーム名がワラビーズと、まさに蕨が舞台になっているんです。そんな本作品のアニメが4月4日から東京 MX で放送されます。その他の放送予定はこちらをご覧ください。映画は初夏に公開を予定しています。それではここで現在完成しているテレビ CM と映画の PV がありますのでご覧ください。私来ましたよ、女子サッカーに。これからきっと夢みたいなフットボール人生が待ってるよ。フットボールはこんなにも高くて広いなんて。さよなら私のクラマー。去年の新人戦からもう1年か。絶対リベンジする。中学生の発展途上の体だ。公式戦にお前を出すわけにはいかない。さっちゃん、私ね、試合がしたい。怪我したって構いません。今じゃないとダメなんです。本気になったのんちゃんを止められる人なんかいないんだから。でも仲良かったよな、お前ら。女のお前と男ではフィジカルが違いすぎる。俺はお前を親分と呼んでいた頃の俺じゃない。お前を超えたレベルにいるんだ。負けないから。さよなら私のクラマー。さあ、雌雄を決しようじゃない。いかがでしたか？こういった蕨市内の風景も原作の漫画では登場していますので、アニメの中にも出てくるかもしれませんね。蕨の街を探してみるのも楽しいのではないでしょうか。続いては3月11日に行われた表敬訪問の様子をお伝えします。この日は恩田のぞみを演じる声優の島袋みゆりさんが市役所に来てくれました。失礼いたします。恩田のぞみを演じさせていただきます、島袋みゆりと申します。本日はよろしくお願いいたします。声優の島袋さんが表彰までにお越しいただいてお会いできるということで、本当に嬉しく思っております。この蕨が舞台となるこの人気アニメのさよなら私のクラマーが、テレビアニメになったり、また映画にもなるということでありますの で、この漫画を読んでいくと、市民なら誰でも知っているような蕨の街並みにたくさん登場してくるんですね。まあ、そんなこともあって、市としても制作委員会の皆さんと連携して大いに一緒に盛り上げていきたいなと思っています。この漫画で出てくる街並みが、ね、はい、実際にありますので。まだこうアニメの方は色がついたものを私たちも見ているので。そうなんですか。はい、これからこう、この場所がこうアニメになってるのかっていうのを、ね、ちゃんと確認できたのがすごい楽しみです。懇談の後は記念撮影です。ここで蕨市から島袋さんに記念品が渡されました。表敬訪問の終わりに
島袋さんにさよなら私のクラマーの魅力や蕨市民の方へのメッセージを話していただきました。さよなら私のクラマー、恩田のぞみ役の島袋みゆりです。さよなら私のクラマーが女子サッカーの作品なんですけれども、本当に女の子たちがこうチームとしてどんどんこうサッカーをやっていくにあたってこうどんどん絆が生まれていく姿だったり、その個人個人のその能力の活かせる場所は何なのかとか、そういう葛藤だったり、こう自分もサッカーをしたいっていう思いにぶち当たったり、本当に壁を見つけてそれを壊して成長していく、そういうお話でもあると思うので、そういったところにぜひ注目していただければ嬉しいなと思います。漫画にも蕨市の景色が映っていると思うんですけれども、それがアニメーションになって色がついて、よりあ、ここが蕨だ、ここよく通る場所だっていう、そういう場所に出会えると思います。なのでアニメを通してこう自分たちの街を改めて感じていただけるのも嬉しいですし、またこの街に恩田たちが、ワラビーズたちがいてサッカー頑張ってるんだっていう風に、そういう風になんか同じ街の一員として応援していただけると大変嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。最後に市内でコラボした事業を紹介します。一つ目が生涯学習カレンダーです。市内公共施設等で配布している生涯学習カレンダーの表紙にも掲載しています。ぜひ手に取ってみてください。二つ目は図書館の特設コーナーです。入り口を入ってすぐ右手にあり、漫画を借りることができますので、気になる方は読んでみてはいかがでしょうか。この他にもさよなら私のクラマーとタイアップした様々な企画を準備中です。お楽しみに。いかがでしたでしょうか。4月4日から放送されるテレビアニメ、初夏に公開予定の映画など、これからが楽しみなさよなら私のクラマー。蕨市では制作委員会と連携し、各種イベントとタイアップした取り組みを展開していく予定です。皆さんもぜひテレビアニメや映画をご覧いただき、一緒に楽しんでみてはいかがでしょうか。